ございます。どうも、はい、ありがとうございます。じゃあ荷物持ちますよ先生。いやいやいいですよ。荷物持ちますよ先生。いやいいですよ、そんないいですよって言って渡し方が半端なくスムーズでしたけど大丈夫ですか。あのお昼ご飯をいつも寂しく食べてマックさん、今日はあのちゃんと母親と食べてましたからね。本当ですか、はい、それ一人で食べてることに入らないですか。いやそれ入らないでしょ、一応母親は。ああじゃあそうです。はい、全裸でご飯を食べたってことです。ま、今日は本当にね、はい、そこに泊まってますんで、ちゃんと本当交番の前でロッジしてますんで。あ、三つ男さん、あ、来ました。あ、大丈夫です。いやー、さすが自分大好き三つ男さんですね。ちゃんとパネルまで積んであります。いや、箱さんからね、いただいた。はい。ナビしろって言ったの誰だよ。なんで偉そうに言ってんすか、看板があるのに。いや、看板気づかなかったでしょうがよ、あなたたち二人とも。いや、もうここまで来たら分かりますよ。うわ、出た。これだから豊橋の田舎も、本当に。超えてないですよ。ちょっとブザーが鳴ってるかもしれない。エレベーターじゃないんで。いくちゃんが乗った瞬間になって大喜びした高井さんの話ですかそれ。めちゃめちゃ痩せてましたからね。ね、あれはちょっとね、ほんと痩せすぎでしたね。30キロ以上。元何キロか聞いたんですよね、影山。あ、元聞きました。お、そんな変わらなかったですね。あ、そうなんだ。それはあなたとってこと。はい、うわ。あんまりね、女性の体重の話になるとね、そうですね、はい、デリケートな問題になってきますからね。そうです、まあ、ビデオアウターの写真はね、貼っといたんで。ああ、ドゥドゥってよく言ってましたからね昔。そう、昨日もあの大日本組を見てたら関本さんの声があの高井健吾の声に聞こえてしまってどうしようもなかったですね。そうですね、本当にあの高井さんのキャスで聞く声ですよ ね。関本さんも高井健吾被害者の会に入った方がいいと思います。そうですね、そうですね。何ですか、これ左ですよ、大丈夫ですか、わかりますか。知ってますよ。ああ。もう書いてあるじゃないですか、西高倉って。いや、西高倉は駅の名前じゃないですか。喧嘩しないで、喧嘩しないで。喧嘩はしてない。親子じゃないのに、親子じゃないのに。日比野って書いてあるか分かりますわ。もう日比野じゃないですか、駅、最寄り駅。おお、豊橋のくせにいろいろ知ってる。そこ高井さんがよく行く日サロですよ。こんなとこに来てんの、あいつ。あ、これマッキーさんの母校の名古屋学院大学専門学校がありますか。いや、僕の母校は名古屋大谷っていう本当に頭悪かった学校ですね。今は共学になってあのまともになったらしいですけど。あ、ここ来た、ここの下にそう喫茶店あります。はい、僕もよくここ来ますね。で、ここでエビフライサンド食べました。あ、コンパルじゃん。コンパルでは食べないのに。そう、ここのコンビニが潰れたんですよね。あの、この隣にセブンイレブンついてる。なんかちょっと なんて説明していい。いや、本当にびっくりしました。国際会議場の全体像と思っても撮れないですよね、なかなかね。でかいから無理ですよ。3つぐらいの建物が1つになってるじゃないですか。ね、ですね。ここ僕は昨日止めた駐車場ですね。あ、で、ここでモノマネキャストをやったってことですか。で、そしてあの通報されてってやつですね。着きました。到着しました。いきます、3、2、1。こっちですよね。ここです、はい、私は。
はい、プロレス会場はこちらですけども、多分どこも空いてないと思います。昨日締め忘れとかあったらね、入れるんですけどね、そういうわけにはいかないと思うので、まあ、空いてないでしょう。ん？空いてないです。空いてないと思う。空いてなかったです。はい、うわ、こんなんありましたっけ。そうなんですよ、みんなね、意外と知らないんでいいですね。何のオブジェ？書いてあるね。レオナルド・ダ・ヴィンチって書いてあるんですね。レオナルド・ダ・ヴィンチ違いますね。ガダル・カナルさんでもないですね。なぜここにあるんですか、これが。これなぜあるんですかね。僕知ってる頃からずっとあるんでね、これはね。はい。そう、あの研究と技術がもたらした世界で唯一のものである。すごい、足の裏がでかい。足のサイズ、足でかいですね、確かにね。これあの配信とかには載せられないですけど、あの僕バービーボーイズのコンサートにここに来たんですよ、うんうんうん、そしたらあの京子さんって言いますよね、うん、あの人があの馬見たって言って、うん、あれ本当馬並みだよねっていうのを言って、うん、あ、そうなんだっていう、そういう見方しかできなくなってしまいました。そっから高校時代それを言われてから、すごいな、はい、だよくねここで写真撮ってる人もいるんですよ。キーホルダー500円持ってます。んキーホルダー500円、あんな前なかったからね、売ってなかったからね。キーホルダー買った方がいいですよ。買った方がいいですよ。で1000円で販売してる。そう、はい、癒着と一緒に売った方がいいですよ。ちゃんと見たの初めてですね。ああ、はい、あの国際会議場来た時は時間あればね、ぜひ見てもらって。金のね、シャチホコ、はい、金のシャチホコ行きます？ありますんで。またげないですけどね、あれね、はい、あとは何かありますか？大丈夫ですか？何かありましたっけ、国際会議場。あと向こうに広場があるぐらいですね。広場行ったことないですか、ね、はい、あまりにも暇な時にあっちに行ってる時ありましたけど、会場作りが、ね、はい、暇な時に広場に行くって辛いですね。そうですね、あの会場作りが終わってから開始までに5時間ぐらいある時がありまして。相手がいないからですか。いやいや、1人辛い、時間潰すためですから。いや、さすがに5時間を昼ご飯食べるためです。昼ご飯は食べてましたけど一人でね。辛すぎる。いやいや、一応ここはあの国際会議場ということでいろんなあれがあるんですよ。ブースが置かれてるんですよ、はい、もうここで会議するってことですよね。そう、ここで一人で大体食事をしたりとか。僕食事してたのはあの石の椅子ですね。もう机もない、はい、机もない状態で。あ、でも本当に会議場みたいなのあるやつ。はい、本当に会議場ですからね、これ。その謎のこの上がね、こう2つなってるのが国際会議場のあれですよね。で、あのね、この4階ぐらいのところに食堂があるんですよ。へえ、はい、1回行ったことある。締めあります。館長の引退セレモニーの時に行きましたね、はい、で僕はその時一緒に行くのが怖くて行かなかったんですね。あれ誰だろう、死神さんか。死神さんと覆面太郎さんと、そんな方々とご飯どうですかっていう、うん、あ、はい、僕はあのお弁当があるんで。ひどい。皆さんはね、行ってきたわけですけどね、はい、こんな感じの会場でございます。こんな綺麗な会場でハリセンボンスマッチをもう頑張ります。はい、ハリセンボンですからね、はい、頑張ります。全然頑張る気がない。はい、楽しみでしております。はい、私はね、第2試合、はい、第2試合です、はい、浜松大会以来の加藤選手に、ね、当たるんでね。お、はい、加藤ちゃん、加藤さん、まあ、2人とも若手なんですけど、はい、でかいんでね、あ、勢いとパワーに負けないように。で、パートナーはね、大地選手ですね、はい、はい、加藤さんが全然ノーナビゲーションなんです。いやいやいや、
意外とちゃんとナビしたじゃないですか。だいたいこの終わったと思うんですけど、マウンテン来た来た来た、このおやつの時間にマウンテンっていうね。あ、空いてる。これ空いてるんですか、こんだけ。結構このめっちゃ止まってるイメージなんですけど。ああ、ここがデカ盛りの店ですか。ここがデカ盛りの店ですね。マウンテンです。はい、行きます。 3,2 マウンテン。こんなんです。あ、行けますね。行けそうです。行けそうじゃないですか。大です。大大でしょ。大はいかんです。フランスパンに多分あんこ特にトマトって、まあ、いいですね。じゃあ僕その中でいいんじゃないですかね。お、いい、さすが。はい、ここ人いるじゃないですか。はい、人よりもちょっと横でかいですよ。フランスパンの上にたっぷり乗せられたあんこと生クリームがインパクト大。はい、とてもボリューミーなので何人かでシェアしていただきます。ああ、何人かでシェアする。3人いるから大丈夫。レスラー2人と一般人1人だからなんとかなるでしょう。頼みますか。すいません、卵とじ。はい、納豆サラダ、卵とじ。電話、え、電話ですか。あ、イリエさん、はい、イリエさんからです。じゃあこの豆いマメイナです。はい。あとバタートースト。バタートースト。はい。と、大人のラムネを。はい。大人のラムネ。はい。はい、お願いします。炭酸です。うん、大人のラムネ。で、お疲れ様です。なんか高校生みたいな。すっごい甘い飴を溶かしたみたいな。あ、向こうはコーラをすごく薄くした感じ。私はちょっとラムネじゃないんじゃないか。これね、普段だったら回し飲みとかして味を確かめるんですけどね、こういう時期ですから。そうですね、はい、回し飲みしましょう。はい、大からこれ大じゃないとちょっと絵にならなかったんですね。そうですね、これが厚化粧の中ですね。これ厚化粧ですね。はい、じゃあ食べますか。納豆サボテン卵とじ。あ、卵とじ。理科の実験じゃないんだから。香ってくるまで改めて嗅ぐ。中はそれもない。食べる間に何回嗅ぐねんってぐらい嗅げれば。表面がね、やっぱりです。お上品。うん、味はね、やっぱ納豆ですね。納豆が強い。サボテンは納豆に勝てるやついないですね。バタートースト、これ何人で食うんですか。これ一人分ですよ。まあまあ厚切りなんですけど、一人分です。一人分です。名古屋では当たり前。2枚。そもそもがでかいですよね。そもそもでかい。普通のバタートーストですね。よかった。そんなちょっとでいいですか。こんなにあるんですよ。遠慮しなくても大丈夫です。こんなにある。これできるじゃないですか。これぐらい。そうですよ。まあまあ。甘さが控えめですね。これね。うん、まだ納豆の匂いがまだしますね。匂いがね、すごい。
もうね、安牌だったバタートーストはもうなくなってきてありますね。多かったですよ、量。まあ、僕も今これぐらいまで行きましたね。あとはあの藤田さんと影山さんに残しとこうかなと。ちょっと何言ってるか分からないです。はい、オークランドボールです。ついに来ました。ついに来ました、オークランドボール。オークランドボール。あのオークランド。高い言語なき今。そうですね、高い言語なき今。プロレス界の。はい。はい。B リーグをね。はい。B リーグ乗っ取ります。お、なのに下の階の。まずは行きません。ただボーリングしかなさそうですね。あ、で上の階にビリヤードとダーツがあるんだ。今からボーリングやります。子供さん大学生でした完璧に一般人です穴の大きさとか違いやったらじゃん。そう、試してみたけど、はい、14がギリギリ入りそうだったけど、はい、あの指がすっぽ抜けて大変になる。ボーリングボーリングボーリング違う人ですね、それね。ウェルカムから変わらないじゃないですか。ただ、このポンみたいななんか出ないですか。分かんない。もう多分投げたら。投げたら勝手に進むんじゃないですか。ちなみにこちらどこになりますかね。これどこになりますか。こちらの場所の方は。あ、ここはですね、春日井のオークランドボール。オークランドボール。お。お。全然違う方向。ど真ん中ですダブル取り終わった。ダブル。おお。取れました。うわー、惜しい。もうちょっと横でしたね。あ、違う。今ので終わったから次の人投げないでねってこと。118でしたね。投げました。